ダメって言っても入るよ。何してるの、せっかちゃん。大花、静かに開けなさいよ。それどころじゃないよ、殺人だよ。しかも、知ってる、メリアちゃんからさっき電話がかかってきた。ちょっと出かけてくるわ。せっかちゃんは怪我人でしょ、何言ってるの。今の私は能力もオーラも扱えない。だけどオーラの感知や探知ならできる。今からこの会場の個室全部調べて敵が何かを仕掛けてないか調べる。その間にメリアちゃんは会場外を調べるわ。なら余計にダメだよ。だって相手は強いよ。私たちみたいにある程度実力ある人でも危ないのに今のせっかちゃんが会場をうろうろするなんて。しかも敵の仕掛けを探すために、それで罠に引っかかったり、襲撃されたらどうするの。本当に死んじゃうよ。どうか、誰かがやらないともっと犠牲者が出るの。それに今のメリアちゃんが今の私を頼ったの。その意味がわからない。どういうこと？焦ってるの。時間がないからこんな私に頼むの。メリアちゃんが焦るということは一刻も争うということ。ならリスクをかけてでも私が動かないとダメ。静かに開けろよ。双子揃って乱暴だな。ちなみに、扉になんか恨みあんのか？お前ら？私ついていくから、せっかちゃんにだけ危ないことさせないから。カナネくん、行くよ。絶対にせっかちゃん守るよ。どうなってんだ、説明しろよ。それで、どういうつもりかな。今の私は真面目だから発言には気をつけてね。情報交換をしましょう。私はあなたたちに会場内部の情報をすべて渡します。なので東京の監視カメラ情報をすべて私に提供してください。一般人の個人情報だってある。私一人の一存で渡せない。では、ハルドラが映っている部分のみを選定するプログラムソフトを渡します。それで選定した映像のみください。いらない？何かのウイルスを入れてるかもしれない得体の知れないものなんて使うわけないでしょ。それに今回の敵は誰に紛れてるか不明。あなただって敵かもしれない。一概に決めつけはしないけど疑うのが必然。立場をわきまえて。正論ですね。バカだと思っていましたがさすがは副隊長。もちろん入れてましたよ。防衛軍側の情報をこちらに改ざんしてこないように監視ウイルスを。そうですね。ではこちらのやり方で情報を集めます。そちらが情報を渡さないならこちらの情報は一切使いません。菊読さんや東野さんを持ってきても絶対に吐きませんので。冷静じゃないね。情報で他人に頼るなんて、自分が得ていた情報が全てだというのに。他者からの得た情報には必ず抜けがある。なぜならその情報は聞いただけ。だから、視覚、聴覚、嗅覚、直感、違和感、そんな自分だけの情報収集力の一部でしか得られない情報に何の信憑性があるのだか。ただでさえ相手はあのハルドラ。私が先輩だからわかるけど、彼の嘘は本物。目の前の情報ですら真実かどうか危うい。彼は誰よりも情報の大切さを理解していた。ハルドラの恐ろしさを知っていたら少なくとも他人の情報なんて絶対に当てにしない。ダメだ、数時間経っても街の情報を集められない。もっと遠くに行くべきか。防衛軍と結託できない以上、これ以上の情報入手は不可能。くそ、相手も私たちを警戒している。だけどそれは私も同じ。シェーンさんはオーラ室で本物と分かっていたからコンタクトを取ったけど失敗。東野さん、いや、信用できない。オーラ室を一度でも見ていれば確信持って偽物か本物か区別できたのですがね。情報が、うまく集まらない。旅行機会相手だとここまで疑心暗鬼になるのか。誰が味方で敵かもわからない。せっかちゃん、どうしました？メリアちゃん、こっちは問題なし。何もなかったわよ。そうですか、捜査中に誰かと遭遇しましたか？いえ、誰とも会ってないわ。避難している人が各部屋にいたくらいかしら。でも変なオーラは感じなかったわ。そう、ではせっかちゃんはソフィアと合流してください。一人では危ないので。わかった、じゃあ一人で行くわね。メリアちゃん、会場内と会場周辺は問題なし。仕方ない、少し離れてますけど遺体発見現場の東京湾に行きましょうか。会場内で使ったオーラ痕跡も同じ方角、何かヒントがあれば。そして、何も情報を得られないまま数時間が経った。もう暗くなってきましたか。結局ここに痕跡はなかった。少なくとも他の場所で殺害され、ここに遺体を遺棄された。それだけしかわからなかった。ことかちゃん、遅くなって心配してますよね。連絡しておきましょうか。ことかです。メリアさんどうしました？ことかちゃん、すみません。ちょっと事件があって全員帰るのが遅くなりそうなので先に食事をしててください。また何か起きたのですか？何か協力できたらよかったのですが。お気持ちだけで十分ですよ。私も今手詰まりで困っていまして。そうなのですね。私、長い間東京に住んでいましたので、何かあれば聞いてくだされば。
東京の監視カメラの情報が欲しいんですけどね。さすがの私でもそれはできなくて。そうですか。でも確かエテルさんなら監視カメラや電子世界という空間に入ることができたはずですが、エテルさんはご一緒ではなかったのですか？エテル。はい、エテルさんならおそらく監視カメラデータを取り出すことができると思いますけどね。そうです、いたんですね、私たちの味方に。力になれたようでよかったです。頑張ってくださいね。ありがとうございます、ことかちゃん。そうか、あの子はそういう力を持っていたんですね。しっかり調べておけばよかったです。一度会場に戻りましょう。もしかしたらご主人が目を覚ますかもしれません。せっかちゃん、ご主人が目を覚ましたのでしょうかね。せっかちゃん、どうしました？やっと繋がった。まずいわ、メリアちゃん、今どこにいるの？今は東京湾です。何かありました？最悪よ、会場にあった個室64部屋、全部にほんの小さな能力の塊があったの。大花とカナメ君と一緒に対処しようとしたんだけど全然ダメ。メリアちゃんお願い、一度見に来て。何を言ってるんですか？数時間前、あなた、問題なしと電話してきたじゃないですか。え、知らないわよ。ずっとメリアちゃんには繋がらないし、ソフィアちゃんに頼ろうにも知らぬゾンゼムだし、ミエルちゃんはいないし、どうなってるの？何言ってるのか？意味がわからない。タイムオーバー、結構流量上げたんだけどね。こんなにバカばっかだとこの先世界は思いやられるよ。この声は、ファルドラ。僕の人生最大の最高傑作を今ここでお披露目さ。協力者は後ろの誰かにすがらないと強さも証明できない哀れな教徒、挨拶をどうぞ。さっさとしろ、革命の時だ。ということで今からセンスのない嘘にまみれた世界を僕の力でセンスに満ちたユーモアあふれる嘘に変える。優雅に権力や権利に甘えた奴ら、他人の善意をないがしろにするクズ、善意を押し付けるクズ、他人の功績に嫉妬し足を引っ張るクズ、これからお前らには最高のフェイクワールドを楽しませてやる。ここが世界改革の電波塔、リア虚構の根源になる。手始めに東京、帰るぜ。虚構ネイション。嘘だ。東京が、おかしくなった。こんなの、嘘だ。ここも情報なし、そろそろ時間も経つな。一度チェーンと合流した方がいいな。確保どうぞ。どうした？オートロ品切れ中で悔しいです。どうぞ。任務中に飯食ってんじゃねえよ。しかも寿司。今それでも買ってくらい美味しそうなデザートが横切ってきました。どうぞ。いいか、さっさと任務に戻れ。当然食わぬは男の恥っていうことわざが日本にはあるんだぜ。どうぞ。この女だろ。俺より推薦されてねえからな。お前から取りに行ってるからな。ちょっと、お腹が痛くなってきたよ。どうぞ。お前、生物そんな得意じゃねえだろう。ただでさえかよいのに。寿司王一番って店の15番テーブルだから会計しといて。どうぞ。さっさと終わらせて戻ってこい。今日は夕日は眩しいぜ。どうぞ。どうでもいい報告してくんな。ちなみに監視カメラに異常なし。どうぞ。どうでもいい情報の中に重要な情報を混ぜてくんな。情報共有したらこれだよ。うるさいったらあらしない。どうぞ。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。